はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきましょう。今回は、地元のね、菊水の一番搾りの新酒。新米新酒。これ確か飲んだことなかったよね。ごめん、あんま覚えてないんだけど。で、製造日がなんと、13年の11月15日。まだ、半月しか経ってない。15日ぐらいしか経ってない。たぶん。すごい、新しい。新酒だけあって、やっぱり。ね。生原酒。取れたての新米で仕込み、熟成期間を経ることなく、絞りたてをいち早くお届けしました。麹香の残る、新酒特有の若々しさが生きた生原酒です。生原酒のため冷やしてまたオンザロックで召し上がりください。ご注意くださいと書いてあります。ね、早めに飲めってことです。これ生原酒ですからね。2013年度、新潟県産新米仕様と。ね。これはすごいですよ。わかんないけど。本品は収穫したての新米を使用して、これなんて読むの？熟した？違うな。わからん。季節限定品です。清酒と酒粕に分離する装置を船と言い、そこから流れ出る絞りたての清酒を、船の口に、ちなんで、当社では船口と呼んでいます。ああ、なるほどね。船口は生酒のため、日数が経つにつれ、爽やかな味わいから濃熟な、これ濃純って読むの。な味わい、徐々に変化を遂げます。特に本品は今春一番の絞れたてであり、新酒独特の、しさあふれる、旨味をお楽しみいただけます。本当に読めねえっつーの。高卒には辛いぜ。ね。それではいただきたいと思います。乾杯。あら。これはまたすっきりとした。船口には珍しい。あら。菊水にはしては珍しい、この。なんか。なんだろう。この、珍しく、辛口ですね。わかんないけど。サイト行きました。はい。200ml 缶、300円。ですね。なるほど。これ美味しい。美味しいんだけど、菊水にしてはらしくない、結構辛めです。俺の中だと。結構ね、荒々しいですね。まろやかではない。少なくとも。アルコール度数が19度。非常に非常に荒々しい気がする。
え、これ凍らせてる人がいるんだけど。シャーベット船口、菊水。はぁ、あ。キンキンに凍らせてシャーベット状にしていただくだって。ブログ見てますけど。はぁ、あ。ちょっとね、ちょっと俺の嫌いな酒粕の味わいがだいぶ結構強いです、これ。ちょっと、なんか、結構しますね。今までの船口と違い。やっぱり、時間経ってないからこそこう、ね。なんかこう、浅はかなこの、あんまり熟されてないからこう、まろやかになってない。うん。この荒々しいこの、口当たりと、口当たりは結構、まあでも、口当たりは結構あれですね。やっぱドライですね。口当たりが、自体がもう、だいぶドライで、でもドライドライっていう感じのもう、ドライです。正直これは、金色のやつに比べると、明らかに、辛口向け、辛口です。うん。これは。さすがに。アホ舌でもわかる。うん。ここまで、来ると、もう、全然違う。はっきり言って。で、やっぱり、酒粕の味がだいぶ出てる。かなり。もうね、ダイレクトに酒粕の、米の味がね、来てますね。うん、正直これは苦手な部類です。まあ、ゴロハチよくは美味しいですけど。うん、ゴロハチは正直、ちょっときつ、きつい。あれはもう完全に酒粕の、俺の大嫌いな酒粕を、ダイレクトに味わってるに近い。まあ一番苦手なのは甘酒なんですけど。甘酒は超まずいです。これはあんまり、菊水の中では個人的には嫌いな部類です。やっぱ新酒っていうとやっぱり、ねえ、ちょっと青々しさが残る。荒々しさが残る。ね。熟成されてないわけだから、やっぱり、荒い。一番やっぱ、菊水で一番好きなの。まあ、何回、まあ、あれね。俺、赤色の熟成ってやつなんですけど。赤色の熟成っていうやつなんですけどね。これが一番美味しいです。やっぱ、船口に関しては、菊水に関しては基本的に熟成されたのが一番うまいかなと。まあ、それの真逆をいくこの新酒に関してはちょっと厳しい。これは。きついね。これはきつい。やっぱ赤色の熟成が一番うまいな。菊水はな。菊水は。やっぱり。
これね、この赤色の熟成がほら、一升瓶とかで出てればいいんですけど、出てないんですよね。新米、この新米の緑色のやつに関しては 720ml のやつは出てます。で、黄色のやつに関しても、は、1リットル缶も出てますし、720ml の、瓶のやつも出てます。だから、出てないのはやっぱりこの熟成の赤色のやつと黒色のやつ。俺が黒色のやつまずいですけど。黒色のやつはあんま好きじゃないんですが。うん。うん。ですかね。この缶のやつに関しては。金色のやつと緑色のこの新種。に関しては 720ml も出てると。うん。いうことですね。うん。うん。うん。まあ、なんだかんだ言って、あと、菊水の辛口と、菊水の純米酒と、菊水の四段仕込み。ここら辺に限っては、普通に 1.8 リットルとかも出てるんですけどね。うん。うん。ねえ、もうちょっとこう、熟成されたやつが欲しいですけどね。菊水の純米大吟醸。もう出てますが、高いです。これは。さすがと言ってはなんですけど。さすがですね。だから今まで俺が飲んだことある菊水のやつは、とりあえず缶のやつは4種類のみ、あと、菊水の辛口と菊水の純米酒と菊水の四段仕込みのこの3種類を飲み、白カップの白キャップを飲み、ぐらいでしょうか。うん。まあ、あとはいろいろ飲んだことあるんですけどね。柴田のあれでね。なんだっけ。酒の陣でね。うん。飲んだんですが。もう俺、もう味忘れちゃったんですけどね。菊水の辛口と、菊水の純米酒と、菊水の四段仕込みで、どれが一番うまかったかって。どこだったかな？もう、あれ？これ飲んだんだっけ？っていうレベルに至ってるんですけど。やばいな。ちょっと、こういう時にやっぱり、自分の動画をね、上げといてよかったなって思うんですよ。うん。ね。なぜならば、自分の評価が自分で見れるから。ああ。これに限る。はっきり言って。ね。これ、用つべで菊水でググりますけど、菊水でググると、あれ、俺っちの動画は？が出てこない、菊水の辛口、のでグーグル。ん？ありましたね。酒好きな俺の飲酒動画の485パート。菊水の純米酒。あ、俺これ飲んでたんだ。評価三つ星。はい、三つ星らしいです。ダメー。で、菊水の四段仕込み。こちらが四つ星。うん。四段仕込みは甘いやつですね。で、あともう一つ、菊水の
辛口は？あれ、俺、菊水の辛口飲んでなかったっけな、バカな。なわけねえろ。え、嘘？辛口でググる。飲んでなく、あれ？俺、菊水の辛口飲んでねえんじゃん。嘘？マジで。やば。菊水の辛口飲んでないっぽい。あれ、俺買った記憶があるんだけどな。あれ？買ったけど飲んでないパターン。あ、それあるかもしんないな。買ったけど飲んでないパターンがある気がするけど。腰つびに上がってない？みたいです。うん。あら、嘘？嘘？俺、菊水の辛口飲んでなかった？はぁー。菊水。え、すげえ、結構、女性の人も、顔出しで上げてるわ。すげえな。俺はちょっと顔出しであげる勇気はないな。全くないね。菊水の辛口俺あげてなかったっけ？うっそ、俺飲んでなかった？マジで？あれ？あれ、マジで菊水の辛口飲んでねっぽいな。うっそ。まさかの。ちょっと後でちょっと見直しとくか。菊水の辛口でしょ？うっそ、飲んでなかったから。マジか。正直、ショック。ショック。ショックですね。ちょっとあれか。だいぶ、アホやな。こんな、まさかの、まさかの菊水の辛口を飲んでないとか。バカすぎる。今度買ってこよう。買った気がしたんだけどなぁ。あれ？マジ買った気がしたんだけど。ねえ。すんごい買った気がしたんだけど。実は、菊水の、にわかだった。にわかだったとか。にわかさんでしたか。ニコニコ動画の方に上げてたとかいうことはないか。多分ね。菊水の甘く、ん？四段仕込みはもう飲んでんだよな。多分。菊水の四段仕込みは飲んでて、
菊水の辛口が飲んでないと。ちょっとニコニコ動画の方に、菊水の辛口でググって。飲んでんだけど、まさかの尿つべの違ったっていう。あ、ニコニコの方にあげてたっぽいですね。申し訳ない。にわかじゃなかった。そして味の評価がね、二つ星。俺が初めて飲んだ菊水のやつかな。で、酒好きな俺の一層が初めて来ます。師匠。こういうのさらにロックにしちゃうと。うん。二つ星らしいです。はぁ、あ。よかった。飲んでてよかった。よかった。だから、四段仕込みが個人的には一番うまかったな、っていうことなんでしょうね。うん。甘いやつがね。うん。よかった。でも結構、菊水はまだいろいろありましてですね。うん。でも、白キャップも普通にうまかったけどな。これな。結構甘くてうまかったんだよね。白ラベルのやつね。俺基本的に甘いのが好きなんだよ。うん。甘口のやつ。うん。うん、まあいいや。もういいです。うん。ね、菊水。まあこれはちょっと正直期待外れかな、という感じですね。やっぱ菊水で一番うまいのは赤色のこれですね。赤色の缶のやつ。ね、熟成。うん。あれが明らかにうまかった。うん。もう、ね。俺五つ星にした気がするんだけど、気のせいだったっけ。うん。ね。めっちゃうまかった。ので、あれはぜひ、ぜひ、飲んでもらいたい。かなと。うん。菊水の熟成。んね。多分2番目にうまかったのはもう白キャップじゃない？普通の白缶、普通酒。あれうまかったけどな。あれびっくりするほど普通酒のくせにクソうまかったけどな。うん。うん。あれ菊水のあれがないぞ。菊水。あれ？うまかった気がするんだけどな。俺の動画ないぞ。でも、菊水の大吟醸とか飲んでみたいですよね。高いけど。
高いけどね。この人すごいな。聞き酒師山崎めぐみの地酒日記だって。聞き酒師か。聞き酒師か。聞き酒師ってことはもう、もう相当の味覚の持ち主ですよ。確実に。もう俺なんか出る幕じゃないですね。確実に。ね。あら。まあでも、まあこれは辛口系列かなと、俺は思います。ね。あくまで、どうかは知らない。あなたがどうかは知りませんけど、少なくとも俺の中では、辛口部類かなと。明らかに。だと思いますけども、まあでも、ね、いろいろ俺辛口のやつも飲みまくってきましたけど、ねえ。したからまあ、別に、これ甘口が好きっていうことでもないんですよね。辛口でなおかつ、やっぱ一番、俺が一番好きな、ねえ、酒？日本酒？日本酒でいくと一番酒な、好きな、日本酒は多分、いろいろ飲んできたけど、やっぱり、締め張りするの、花かな？締め張り、あ、これ花じゃないわ。締め張りの花、ちょっと買ってこよう、今度。あれで。ね、超身近なとこに売ってたね。1.8 リットルの一升瓶が、売ってました。ね、あれを買っていきましょうか。ね。これ飲んだ後に、これ飲むと、ものすごく辛いなってわかるね。いかに菊水っていうのは基本的に甘口かっていう、日本酒道的な意味で言ってもね。これ、こっち飲んだ後にこっち飲むと、こっちが辛すぎてこう、もう何にも味を感じなくなるね。もうなんか、ダメだ。締め張りは単品で飲むに限る。何かを飲んだ後に飲むやつではないですね。もう辛口すぎて、もう無味。無味っていうか甘さなしのレベル。にもなっちゃいますね。やっぱり、口がこう、やっぱり、チェイサーかなんかでこう、一回、ね、リセットしての方が、いいですね。まあちょっと長くなりましたけど、やっぱ締め張りが一番うまいかな。まあこれ雪ですけど、花だね。で、評価。
評価、まあ、コクはあまりないかな。コクはあまりない。甘さはある。うん。香り。まあ、香りもあるかな。やっぱりね。うん。結構香りは強いですね。稲口の菊水は全体的に。うん。でも、これに比べるとやっぱり、甘さはあるなっていうレベルで甘いなっていう感じはするんですけど、よくよく考えてみると、日本酒度的な意味では、あ、そういえば日本酒度書いてなかったな。これ日本酒度なんだ？菊水の、水と、もし、菊水の新酒、日本酒度が、書いてない。どっか書いてあるサイトは、ないかな。書いてない。書いて、日本酒度書いてない。日本酒度。書いてない。日本酒度でググりましょうか。ぐだぐだで申し訳ないですね。でも結構高い部類だとは思うんですけど、書いてねえし。書いてねえな、おい。日本酒度プラス、あ、マイナス3だって。ま、マイナス 3？ ああ。はは。ああ。マイナス3か。でも甘みは、あまりないとは思うけど、まあでもないこともないからな、あることもないけど、まあ、ないこともないということを考えて、うん、マイナス3か、まあ、甘めですね。はい、日本酒のマイナス3。んーで、コクはあまりない、甘みもあんまりない、普通、香りは割といいな。まあ、あるな。っていう感じですが、おすすめの岩見通し。正直おすすめはしません。菊水はやっぱり、甘めの方が、まあ、いいかな。やっぱ熟成された方がいいかな。って感じですね。ご視聴ありがとうございました。